どうもなんとか重工です。よろしくお願いいたします。本日の動画なんですが、 CNC フレッシュの改造をやっていきたいと思います。スーパーカブのカスタムをやっていくにあたってですね、スーパーカブのリアの足回りをユニットプロリンクに改造しようとしているんですが、まあいろんな削り物が出てくると、削り出し感あるパーツを作っていきたいというふうに考えてるんですけど、切り子とかが発生するのをエアダスターで刃物からこう遠ざけてたんですね。エアダスターで飛ばしてなんですけど、まあ、そのやり方だとずっと機械の前にこう張り付いていないといけないということで、今回ミストエアークーラントという装置を機械に取り付けていきたいと思います。というかもうすでに取り付いております。ユニットプロリンクにするにあたってですね、こういった、これは 3D プリンターで作成したんですけど、こういった結構大掛かりな削り物を作りたいと思ってるので、エアダスターで貼り付いてやるっていうのは嫌なので、こういうまあほっとけるアイテムをつけていこうということですね。エアーミストクーラントにつきましては、以前の動画で800円のミストクーラントかなんかみたいな感じの動画で紹介しました。でその時に苦労したのが、エアー量とミスト量を調整できないタイプのものを選んだんです。非常に苦労したんですね。なので今回はエア量とミスト量を調整できるタイプのものを購入しました。でもうすでに取り付いているので、ちょっと状況を説明していきたいと思います。これがミストクーラント装置です。で 3D プリンターで作りました。こちらのステーを介して機械に取り付けしております。ここもともと汎用フライスとして使われていた時の、まあ、なんか部品がついていたところの名残みたいな感じでネジ穴が余っていましたので、そのネジ穴を使って、まあ、3D プリンターで作ったステーを返して装置をつけているという感じになります。これはエアホース、ここから圧縮エアが入ってます。ここからクーラントが入ってきます。そしてこのノズルから圧縮エアとクーラントが出てきます。で圧縮エアでこうシュッと出てきますので、クーラントはミスト化されて出てくるという形になります。フレキシブルホースなので、まあ自由なところに当てがえるというような感じになってます。で、まあ、ここに装置があって、ピッ、ここにペットボトルに入れたクーラントが入ってあります。でこちら 3D プリンターで作成いたしましたホルダーですね、磁石がついてます。強力な磁石がついておりまして、このようにですね、まあ、横にスリットが設けてありますので、残量が分かりやすいと。でここにマグネットで貼り付けて置いとけると。でこのミストタンクの高さっていうのが結構重要で、ミストタンクが低すぎると、これを吸い上げるのに力を使いすぎてミストがなかなか出てこないですね。で高すぎると、あ、ミストじゃなくてクーラントですね、クーラントがドバドバ入ってきて、ミスト量がめちゃくちゃ多くなるんですよ。なのでできれば加工点というか、まあ、この吹き出し口に近い高さに配置したいので、まあ、マグネット式にして高さを自由に変えれるようにしてやります。でそして機械の裏側にエアレギュレーターを設置してます。こちらも 3D プリンターで作ったステーをマグネットでつけてると、こんな感じ でこっちからエアを供給するとといった感じで、もう改造の方は終わっております。 3D プリンターで作った部材が多かったということで、端折りました。で 3D プリンターとかを紹介する動画の方は、なんとか技研の方で動画を更新していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で今回はこれだけだと動画にならないということで、こちらエンドミル、以前紹介いたしましたトータイムさんのエンドミル2本ご提供いただきましたので、こちらを紹介していきたいと思います。 DLC 高騰されつつも、価格抑えめなアルミ用エンドミルとなっております。ミストクーラントを使用しながら、こちらのエンドミルを使用してちょっとテストカットをやっていきたいなと思います。アルミを削るにあたってですね、まあ、何かとストレスが多かったんですね。エアダスターをこう拭きながらとか、切り子が多いとかあったんですけど、こちらをこちら使ってどうなっていくのか、ちょっとテストしていきたいと思います。トータイムさんから2本のエンドミルをご提供いただきました。ケースが汚れているのはケロの手が汚れているせいです。物は新品です。側面の刃がギザギザした粗用のラフィングエンドミルです。綺麗な青色の DLC コーティングとなっております。仕上げ用のエンドミル、これも DLC コーティングで3枚刃となっております。非常に綺麗。
テスト用のアルミ材をバイスにセットしてラフィングエンドミルで粗加工を行っていきます。ミストクーラント装置のエア量、クーラント量を調整して加工に備えます。ミストクーラントの方はだいたいセッティングできたということで削っていきたいと思います。トータイムさんのアルミラフィングエンドミルを使っていきたいと思います。ラフィングエンドミルなので、底刃がギザギザしているんですけど、このギザギザに意味があるので、それなりの切り込み量を切り込んで使いたいのがラフィングエンドミルになっております。で、波長が30ミリあるんで、波長30ミリ使いたいですけど、剛性があまりない小さな機械となっておりますので、ここは 2D ぐらい、切り込み20mm、 直径が 10mm なので 2D といえば、波長でいうと 20mm 切り込んでいきたいと思います。径方向につきましては 2mm 切り込んでいきたいと思います。ラフィングエンドミルできればですね、もうそれこそ溝加工とか、0.5D 以上ぐらい直径方向かけたいんですが、あんまり今までの経験から言ってそんなにかけれる機械ではないということで、今回は直径方向 2mm でいきたいと思います。というわけで加工していきたいと思います。というわけで実際に削り出していきたいと思います。ミスト量なんですけど、出てるのか出てないのか微妙な量でやっていきたいと思います。出しすぎると部屋がモクモクになってしまいますので、はい、実際に刃が当たりました。 2mm ほど径方向で切り込んで、 Z 方向で 20mm 切り込んでます。意外と普通に削れてしまうなという感じですね。ちょっと上限に近いかなと思いつつやったんですが、機械側に余裕はあまりないけど、一応ちゃんと削れてるなという感じですね。映像で見てわかる通り、切り子が非常に細かく分断されてますので、後片付けが非常に楽です。粗加工はもうラフィングやっぱいいなって感じですね。今回はただ能力を確認することが目的なので、意味あるものを製作するわけではなく、バイクのトップブリッジを模したテストピースを削り出していきます。テストピースのモデリングはお得意のフュージョン360 CAD 機能で作ってあります。削り出す部品だけではなく、材料のモデルも準備しています。そして今機械を動かしているプログラムもフュージョン360の CAM 機能で作成しております。外径の粗加工が終わりましたら、ヘリカル穴開け加工をテストしていきたいと思います。一周で1ミリ削り下がるプログラムになっております。この手の加工は切り子の逃げ場が非常に少ないので、切り子詰まりによる切損とかトラブルが出やすいですが、ミストクーラントの効果は出るのでしょうか。はい、めっちゃいい感じですね。ミストがどうとかいうよりも、エアーズで切り子が吹っ飛んでいってるので、快適にエンドミルが働けている、そんな感じがしますね。機械の回転トルク的には少しきついかなと思わなくもなかったんですが、今まで試したエンドミルの中では粗加工効率は文句なし1位でした。切り子は細かくなり、かさばらない形ですので、非常にいい感じです。この機械でアルミ専用エンドミルを初めて使いますので、当然の結果なのかもしれませんが、このエンドミルは価格が非常に安めとなっておりますので、満足感は非常に高いのではないでしょうか。ではもう一本ご提供いただきました仕上げ用エンドミルのテストをやっていきます。ここでうっかりしたことに、ピントの固定を忘れていたので、エアフォースにピントが映ったりやらないんやらで非常に見づらかったので、制作の方やり直したいと思います。粗加工が問題なく加工できましたので、エンドミルの方は仕上げも大丈夫だろうと思いながらの加工スタートです。注目点はやはり加工領域外に切り子が吹っ飛んでいくかどうかといったところでしょうか。切り子が加工の邪魔をしなくなれば、機械の横に張り付いて監視しなくてもよくなるので、作業者負担的には結構重要なポイントとなります。切り子はうまく吹っ飛んでいくのでいい感じかなと思います。穴に切り子が溜まることもないようなので、いいんじゃないでしょうか。ミストがワークの陰でかからないところがちょっとある、そこら辺気になりますが、
なんかいい方法があれば解決したいと思ってます。どうでしょうか。非常に綺麗に仕上がったんじゃないのかなと思います。内径も綺麗ですね。で、バリ等々も立つことなく非常にシャープな仕上がりです。指で触るとちょっと切れそうな感じですけど、肌もすべすべです。はい、というわけでミストクーラントとトータイムエンドミルの試作試形釣りが終わりました。結構いい感じだったなと思います。ラフィングエンドミルが思いのほか削れたというか、機械の剛性が低いので L20mm、まあ、D でいうと 2D10 倍の 20mm なんで 2D なんですけど、で K が 2mm、 結構きついかなと思ったんですが意外といけたという感じです。で仕上げの方もまあまあというかかなり綺麗に仕上がりました。最後にラフィングエンドミルなんですけど、まあ、径方向 2mm で行ったんですけど、今回 3mm 行ってみて様子を見てみたいなと思います。しかも、さっき試したのはダウンカットのみでの、径方向 2mm だったんですが、次はアップカットダウンカット両方使って 3mm 削って最後にしたいと思います。というわけでやっていきたいと思います。というわけで粗加工のテストを進めていきたいと思います。径方向の切り込みを増やし、エンドミル的には苦手なアップカットでの条件も追加いたしますので、嫌がらせのようなテストとなっておりますが、上限を知ることの意味は大きいですので進めてまいりたいと思います。はい、今から削るのがアップカットでの 3mm です。はい、結構回転数がちょっと落ちた感じがありました。継続して加工していくには厳しい条件かなというふうに判断いたしましたので、一旦一時停止いたしまして、送り速度を 20% 程度落として再加工をしていきたいと思います。随分マシにはなったと思うんですが、回転トルク的にまだ少し減速している感があるなというふうに思いましたので、ここでも一時停止してさらに 10% 程度送りを落として再加工していきたいと思います。まあ、ギリギリこれぐらいなら許容できるかなといった感じに感じています。まあほぼ勘なんですけど、音とかから感じる雰囲気的にまあこれ以上は上げれないかなっていう、そんな感じですね。なのでまあ径方向 3mm 切り込むっていうのは普段はやらない方が無難かなと、 2mm で止めといた方がいいかなと思います。回転数そのままで送り速度が相対的に落ちてくると、どうしても刃持ちが悪くなってきますので、まあ送り落としたら削れるんやしええやんみたいな感じだと刃持ちが悪くなります。というわけでまあこのエンドミルは多分僕は 20mm 切り込んだ時は 2mm かなって感じですね。はい、というわけでテストカット終わりました。径方向で 3mm 切り込み一応加工できました。 Z 方向は 20mm、 径方向は 3mm で切り込んで一応加工できました。ただ、回転数の表示が若干落ちてたので、若干っていうか最初の送りだと回転数が結構落ちてたので、まあ、途中で 80% に送りを落としました。で、まあ、まだ落ちてるなっていう感じなので 70% まで送り速度を落としました。でそれでも若干やっぱ落ちてたんで、まあ径方向 3mm はないかなと思いました。少なくとも 20mm 切り込んだ上での径方向 3mm はないなっていう感じですね。まあとはいえこの機械でこの刃物ですごくいい感じに製作できたと思います。
ラフィングエンドミルで削るとこう切り子がパラパラなので掃除がしやすい、あのかさばらないでねっていう感じでいい感じだと思います。というわけで今後アルミの削り出し品がたくさん出てきますので、こいつで全部削ってやろうと思っております。というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。